FM93.0 AM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家の礼二でございます。ジュースです。今週も始まりました、中川家 The Radio Show。 今から3時30分までの生放送でございます。3時30分ですね。よろしくお願いします。先ほどね、はい、東島さんなんか長崎行ってあったんですよね。あ、そう、サンドイッチマンの先週ので、インスタに、うん、お母さんと東島さんが写ってる。ああ、あった、写真出た。で、写真をね、うん、じっと見てましたって伝えたんですよね、東島さん。あ、東島さん。東島さんやめてくださいって言うから、うんうんうん、いや、東島さんじゃないよって。うん、俺らは、お母さんの方ですよ。何を勘違いしてるんですか。僕らは、お母さんの方じっと。綺麗な、いや、お母さんおいくつですか。綺麗なお母さんです。62やもん。だもうこっち側や。こっち側、僕ら側や。そうやね、51、2やからね。もう53ですから。3か。え、や8しか変われへんの、お母さんと僕。え、あ、そうか。うん。だから俺が21の時、うん、お母さん29や。そうそうや。そのままやけど。そのままやけど、でもその時出会ってたら。そうや。あ、ありえたよな。二丁目劇場にね、お母さん、もし来てもし通ってくれてたら、多分声かけてたと思う。あ、でもそういうことになるわな。今の年齢差で言うからそんな現実味もないけど。何を勘違いしてるのか、東島さん。お母さんやって、僕らは。あれはちょっと東島さん、それはちょっと恥ずかしかったんじゃないですか、それは。結構グイッと来た思うで、傷ついた思うわ。あんな綺麗なお母さんなんですか。いや、すごいね。うちのおかんとえらい違いやん。茶髪のパンチパーマでしたからね。うちのおかん。なんであの髪型にしたんやって、今でもたまに実家帰ったら聞くんですけどね。知らん、覚えてへんって言ってたけど。絶対覚えとるやろ。金髪パンチパーマって、誰、どこの美容師で騙されたんやんっていう。ねえ、親父と殴り合いの喧嘩になってましたけど。してたね。うん、そら、さ、うちのおかんと比べたらあかんわな、そら東。ほんまね、写真、うん、もう写真あったら見せたんやけど、もうクリックリのね。うん、まあ見た後で絶対見よう、うん。茶色のパンチパーマでね。うん。うちのおかんね。あ、うちのおかんの話か。おかんそうだ、そうだな、あれ。俺にね、うん、お父さん帰ってきたらなんて言うやろって、すごい、なんかこう。あ、女心ってやつ、ね。女性の顔してたの覚えてんの、ね、はいはいはい、うん。で、親父帰ってきてんや、うん。ただいま、言って。うん、ああ言ったね。ドカンか、もう、橋をピエー親父もな。いや、それ親父も悪いわ。悪いわ。うん。やっぱり、な、もう。おお、何や、その頭は、みたいな。どうしたみたいなね、やっぱり。いやあ、ひゃひゃやったからな。なんじゃ、その頭は言うて。やっぱりな。分かってへん。そんなんが積み重なって、もう今おかんは一人で老人ホームで住みたいってな、愚痴るぐらいもそれ。朝7時半に電話かかってきますから、ね。うん、中心も。何あのな。うん。もう。どうした朝早びっくりだな。いや。なんかあったんか。全然元気なんやけどな。何やそれ。うん。老人ホームいうのはあるんかな、うん、あるやろ、そら全国どこでも。そこ入ろう思ってんねんけど。ああ、親父とかい。違う、一人で。なんで？お父さん大嫌いだよ。今さら、今さら何や、もう80近なって。まだそんなこと言ってんのか、喧嘩したり。うるさいよ、大きい声で私の耳元で、ああ、言うても。昔からやろ、そんな。昔からそんな感じやったやろ。今になってそんな気にすることあれへんがな、別に。もう、お金も持ってるしな。うん、あ、持ってるのかよ。うん、隠し金があるから。隠し金朝7時半に。やめてくれって、ドキッとするから。ほんまね。いや、だから。うん。だからもう、80になってももう、うっとうしいですよ。夫婦って。夫婦って。いや、もう。やっぱり。声がでかくて嫌いっていう。嫌い。いや、そんな、今更。今さらやってそんなことって、ほんまにおもろないって言ってました。おもろない、おもろないって言ってましたね。いや、わからんもんやな、もう夫婦の行く先は。さあね、またそれは
夫婦の問題ですからね、うん、我々そんな子供にね、そんなこと言われてももうしょうがない、まあね、我々にしか多分言われへんやろからね、別にね、もうそんなかわいそうなおかんですわ、ほんまね、時間のおかんな、殴られ蹴られね、80年ちゃうか、もうね、パート行き、ね、パート行って、うん、もう服も買わずやせやったな、宝石も買ってもらえ、買ってもらえ、なんかあの中指になんか、うん、毛糸で作ったなんかはめてましたけどね、母親は、なんか気分だけでもみたいな感じで、そうそうそう、一回納豆つけてる時もあって、納豆みたいなね、なんかどっかで削ってきたみたいな、パート先やる、パート先でね削ってつけてることもありましたけどね、そんなかわいそうな母親ですけども、いやほんまね、まあでもいつもこういう話僕らするんですけど、うん、はい、だから僕ら世代やと、うん、父親母親がそんな生活してた人は東京ではいるんですかね、僕ら大阪ですからね、ああそうね、まあ大阪その貧乏というかなというか、そのね、そ下町でね、うん、そういうね、でまあその新喜劇の大山さんがね、うん、はい、あ大山秀夫さん、あの子供さんにおってね、はい、うん、で一番上が早稲田なんですって、すごい、二番目が東大行けんのに東大行かへんみたいな、で三男がまあ、うん、あの体育、うん、体育の大学行くの、すごいな、すごいですね言うて、はあ、俺頑張らなあかんねみたいな、ああ言うてあったよね大山さんが、言っちゃう俺の親父とえらい違いやなって、うん、うちの親父はどんだけ大学に行かさんように仕向けてくるかみたいな、あのなんかね、確かにそうやった、うん、そうでしょ、うん、だからそんな金かかってないんですよ僕ら、ああそっか、うん、だって俺なんか小中高って全部公立やから、あそうね、うん、そんな全然かかってないで、いやもう十分もう取り戻してるぐらいの、だって小遣いもないでしょ、あない、僕あの新聞配達今やったらもう大問題ですけども15歳からやってたんで新聞配達朝やって、で夜はパチンコ屋さんの掃除です、それで自分でそのラグビーの部活のスパイク買ったり、スパイクのポイント変えたり、あの古くなったジャージを新しく買いに行ったり、京橋のあのコンバートっていう、コンバートになりましたね、大阪の京橋のね、だから金かけてないんですよ子供に、その投資をして、投資っていう言い方もあれですけど、極力金使わんと、あの勉強やったらあの隣のなんとかさん息子はあの阪大受かったから、そこはあの行ってこいって、いや教えてもらえる、教えてくださいって行ってこいみたいな、もう塾も行かしてもらえない塾は途中でねやめさされましたけど、もうそれはお金ストップということで、授業でちゃんと聞いてれば塾なんか行かんでもええやろみたいな話でも説得されまして、もう塾を途中やめさされました、はいはい、そういうこともありましたし、自転車ももう自分で買いましたから、中古の自転車をね、僕は。絶対買ってたな。白の自転車。部品が全然違うんですよ、全部。なんかこう、異色な自転車だったんですけどね。ちょっとこういうヴィンテージが、みたいなこと言ってたわ、俺、友達に。ヴィンテージ的な自転車が大好きやから、みたいな。変わってんな、とか言われながら。嘘ばっかりついて。で家にビデオデッキないんで。ビデオデッキ。ねおね、学校で友達とこうビデオの交換とかして、で見てきて感想聞かせてやみたいな、おお分かった言うて、家ビデオないねん俺、いビデオデッキないからねうち、ある程度喋ってるから友達とでそれを、まあ、京都に近い枚方の親戚のうちまでそのビデオテープ持っていくわけ、うんうん、そこにはビデオデッキがあるから、何しに来たんや言われて、いやビデオ見に来た言うて、平方までわざわざね、ここで言うとどこぐらいですか、平方といえば、ね、もうあの立川ぐらいまで行った、そうでしょ、立川ぐらいまで行って、うん、ビデオテープ一本持って、うん、そうそうそう、新宿から立川ぐらいまで見て帰ってくるみたいなことですよでおかんも嘘つくね、近所の人が、そうやったっけ、お母さんこれ作りすぎたからちょっと食べて、うん、あの、うん、温めたらな、すごい美味しいから、うん、そうなんや、レンジでチンしたねえの言うて、そうです、そうやで中川さん言ってる、なん電子レンジあれへんや家に、大丈夫、お母さん嘘ついてる、不安と言ってても
うわ、玄関でおかん嘘ついてる思ってアレンジでチンしたらいいんやね言うてよそのまま食ってたからね。しんどい。そのせいで未だに俺レンジあんま信用してんねんから。なんちゅう家やねん。レンジない、ビデオできない。よ、頑張ったら。ほんま。おい、もうやめて。みんなウォークマン持ってたウォークマン。あった当時流行ったよ、ウォークマン。俺らの時あのほら、猿、うん、がウォークマンして CM。うんうん。あった。まれってもう大騒ぎでみんな。はい。すぐ買ってくれんの、親が。あ、他のね。あの人はなんやったら親からや、うんうん、おい、ウォークマン言うの出たぞ、ああ買いに行くぞ、うん、もう親が言うね、子供に言わへんやちゃえこれみたいななんでわざわざこんな耳にこんなあのイヤホン入れて聞かなあかんね音楽をみたいなことを言うてやな覚えてるわそれえラジオがあったやろラジオ買ってくれへんやろもう切ない、よう嘘ついてたわほんまに今考えたら疲れてたよなこっちはな、嘘をつかれてた方やもんなこっちはね、親もそうそう、まあまあまあ僕らもね、まあ、嘘はつきましたけど、うん、学校で、そんなことそんなこと思い出してそれを思うてやね、ねあの東島さんと東島さんのお母さんの写真、はい、あれ本当なんかもうパンフレットみたいな写真やんな、そうほんまにもう親子のね、親子というか友達同士みたいな、なんかなあ友達みたいな、うん、綺麗な綺麗なお母さんなあ、ほんまに羨ましいな、羨ましいですね、いやまあ、うんうん、すごい環境で育ってきたんでしょうね、うん、東島さんって、そりゃそうよ、もうほとんどの人がいい環境で育ってんのよ剛さん、それはそうですよね、うん、夏あの家族で言うんかな、うん、夏になったら、うん軽井沢だみたいな、いやそりゃ避暑地は行くでしょ、そりゃ各都道府県避暑地あるから、冬はスキーだぞみたいな、うん、そうそうそう、そろそろ準備しないと言うて、うんうん、あのあれかな、うん、玄関先でスキー板磨いたりみたいな、うん、そうなるんちゃうねえ、うん、理想の家庭ですね、夏はちょっと飛行機に乗って沖縄行ってみようとか、うわっさあったはずやで、そりゃ東島さんとこの家とかやったらな、いいなあ飛行機なんか乗ったことは、うん、俺飛行機24歳からな、乗ったの初めて乗ったのな大体その辺してもな、俺がだから23になるからね。そうですね。全部仕事してから。この世界入ってから、全部。そうなんですよね。そうやもんな、もう羨ましい限りや。だから自分の子供には絶対そういうことはせんとこうと思っても。うん、まあまあ確かにね。え、うん、普通に、うん、ちゃんと普通にやりましたけどね。そうですね。あんまり与えるんでもなくね。必要以上に与えないわけでもなく。ちょうどええ塩梅でやってたわけやね、季節ごとの行事はいちいち参加してね、やっぱり、うん、そうそうでしょ、いやだから七五三もやってね、一応七五三、ほらなんかなあ知らんかったもんないし七五三って知らんかった、俺何言ってんねやろ思って学校で七五三やったなみたいな、何七五三ってっていうのをね親父に聞いたことありました、知らんって言ってましたけどね、そうそう親父は、ね、うん、だからまあ徹底してるよね、うちの親も、まあいわゆる僕らの子供には特別別に何もせえへんもんね、もうずっとそれは貫き通しとるもんね、もう大体奥さんの親がこういろいろ孫に対してやってくれる、ああそうなんかな、うん、どこでもそうなんですかね、どんな感じなんですか、ね、いやどこでもそうよ普通、だからこのラジオ聞いてる人で、うちと似たうちと似た家庭の方いますかね、その何にも買ってくれないみたいなあ知りたい、その親父もね金持ってない買ったことはないと思うんですよ、うん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 、そうそうやね、うん、とにかくケチなんですよね、はいはい、倹約、倹約やった。倹約家みたいな、なんか、そういうの、うん。いいように言うとね。うん、自転車にね、うん、ソファー積んで帰ってきたことあったもんね。どうやって。いや、捨てられてたやつ。うまい。うまいこと積むのよ、後ろに。なあ。積んで、手で持って、うん、そうそうそう、ね。片手でハンドル持って帰ってきたりとかね、そういうことをやってましたからね。そういう方いるんですかね。ほんまやな。でも東京やったら多分下町の方に行きゃそういう環境で育ったし、我々と大体50代、うん、40代50代ぐらいの人やったらおるかもしれんよね、おるかもしれんですか、うん、はあ、さあもう言うたら足立区の方行ったとか北区とか行ったら、はあ、赤羽の方とか行ったらそういう人がおるかもしれん、僕15歳ですよ、うん、新聞配達行って、はい、ガラガラって開いて新聞入れようとしたら、うん、遅いやないかこのクソガキもうそんなさ俺も
俺よう頑張ったと思うわ。そんな30過ぎぐらいのおっさんにさ、当時、いやいや、よう頑張ったよ、お前いつも遅いんじゃって言われて、すいませんって言われて、15歳やで。15歳でそんなことせえへんからね、俺の時代でもさすがに。もういやいや、もうほんま、たまにそほんま思うな。あ、思い出すでしょ、たまに。思い出そう。秋のね、でももうそろそろですわ。うん、多分、10月のね、夕方、西日当たった時、いつもその子供の時思い出すね。ああ。これね、昔アンミカさんも言ってたんですよ。はい、アンミカさんも貧乏やもんね。貧乏で、西日ですごい共感したんですよ。西日思い出すよなぁ。西日当たったら、小学生、中学生の頃思い出すよなっていうのは、そう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 言って。言ってましたね。あ、なんやろな。市民でんな、我々からしたら、西日って。なんやろね。西日当たってたしね、やることなくてね。それが、思い出残ってん違うかな。だから未だに車乗ってて西日当たってそうやね。思い出すね、ちっちゃい時に。すっごいプロになってくるやろ。嫌いやね。いやな。うん。西日はあかん。秋冬の西日ね。あ、そう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 。思い出すな。もう3時半過ぎたぐらいとか、ちょっとブルーなんで、何もないのにな、特別。なんかね、うん。わかる。何トラウマというのか、何の思い出なんですかね、あれは。幼少期からも染みついてんだよね、それが。その西日ね。思い出しますよ。ほんまな、もうレンジないのはきつかった。もうグラタンの話で盛り上がっていくし。なるほど。グラタン食べたことある程度喋るからね、友達。想像で。ああ、なるほど。昨日グラタンやって、うわ、うわ、俺おとついグラタンやったわ。もう、嘘ばっか。やめてって。もう泣きそうになるから、俺、ほんまに。もう、ろくな思い出やないねんから。ドリアもな、みたいな。うんで、ドリアとグラタンって似てるやん。でも、俺ら見たことないよ。ない、ない。ないけど、あ、似てる似てる、みたいな。でも、どっちかって言ったらグラタンかなって。知らんのに。知らんのに。あれで多分、うまくなったんちゃうかな、そういう。そういう、なんか、あ、勝手に想像力で。想像力。喋る。いや、そんな今芸人なんだからええけど、こんな普通のサラリーマンやったら、何の役にも立てへん、もう。ほんまに。知らんかったからな。グラタンなんて。ほんまに。いや、この時代にうちの親みたいなのおったら、ほんまぜひ、知りたいね。おるかな今は無理じゃないですか、そんな環境では子供をぐれる。ようぐれへんかったなとは思うんですけどね。いや、確かに。いや、もういつぐれてもおかしくなかったし。そうですよね。もうほんまに下手したら我々二人とも裏街道歩いてたかもしれんもんね。ほんまや。俺もそれ思うわ。うん、ギリギリやわ。ギリ。そう、ほんまに。だからこの、すべてお笑いが、俺ら兄弟を救ってくれました。全部救ってくれました。80年代に漫才ブームがなかったら、いや、もう多分もう、ほんま。もう、裏街道歩いてたわ、僕。やんな。ちょっとグレかけたことあるもん。やっぱり今考えたら。ただこの漫才がすごい救ってくれたから。いや、お笑いの力強いな、考えたら。強いです。そう思ったな、そういう人ら見てたのに、いざもうね、俺らもこれぐらいになると、師匠が来たら、来た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 っていう、失礼な話やな、剛さんな、これ。言うたが、ほんま。うん。来た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 。憧れてた人に対してね、そんなこと言っちゃダメですよ。うん、いや、でもほんまお笑いが救ってくれたもんね。そうですね。当時ガンダム流行ったってガンプラとか言ってな、プラモデルあってやんか。あんなんでも絶対お笑いか変えるわけないし。だからお笑いの方に行ったんですけどね。うん。そう、まあお笑いの方行ってね。うん、友達んとこ行って、ガンプラ作ってね。うん。足だけ濡らしてくれとか。ね。タミヤの、はい、塗るやつね。そうそうそ う, そう、一緒にやりましたね。足のこの左だけ濡らしてくれとか、もう、何も。その、ズゴックのその手んとこだけつけさせて。作ったことないから。ほんまにね。だって、まあまあ。いろんな友達の人も全員がうちより広いもんな。せやねー。広かって、うん、でまた意地悪な先生でね、うんうんうん、班ごとに家回りましょうみたいな勉強会みたいな勉強会5人あ6人1組で、う
いろんな人のこの生徒の家回るって。そう、覚えてる。最悪やん。ちゃったな。うち、うわー、思っても、どうやったらうち来させへんようにできるかな、みたいなこと考えてたけど、しょうがないよな。そう。もう学校は決めてるからな。毎週金曜日やって、あれ。よかった。でも何にも言われへんかったわ。友達には別に家来ても。いや、今聞いてみ？もし、まだ知ってる子おったら。どか何出したと思う？普通家行ったら何出してくれた？オレンジジュース。あ、まずね、オレンジジュースやろ、それ。あと、コーラとか、はい、ファンタ。うんうんうん、そんなポテトチップス。ポテトチップス。おかしいな。そうそう。うちのほうが何やったと思う。うちコーヒーやで、ネスカフェ。小学校5年生に。ポテトチップスちゃうで。何芋やで、芋。ふかしたやつ。で、みんな食べてって言うて。もうやめましょう。痛い痛い。あ、痛い。もうやめよう。あったな、勉強会。あった。なうちおかんあの30円のオーションアイスクリーム買うてきよったわ。あ、それええやんか、別にアイスクリームだったら。いや、アイスクリームだって、あのほら、俺は当時はほら、やっぱレディーボーデン。レディーボーデン、うん、あれをこうスポンでパッてすくって、あー、なるほどな、皿に入れて、どうぞやったんや、うん、よその家行きゃ。うちさん、王将の3色の王将アイスクリームや。だおうちの差も大きかったかもね、うん、い広い狭いとか確かに極端やったですね。俺でもあれやったらあかんと思うわ。当時なんかもっとほんまはやったらあかんって。あ、いえ、うん、どうかな、うん、な文句言うかな、ま、うちの親全然文句言わへんかったやん。もうそんな、まあね、来てもらうんやったら来てもらったらええやんかって。そうやな、全然な、元気やったですもんね。なようこの状態で平気で言えるなと思ったけど、俺も子供のね、子供ごくのながらに。まあ今はないんじゃないですか。今大体みんな一緒じゃないですか。一緒。うん。ない一緒。多分ね、うん。だから知りたい。今、この時代に我々と同じような。ああ、体験した人ですか。体験した人。知りたい。ほんまに。もっとひどい人もいますけどね。いや、まあね、そういう、まあね、事情があってとかあるけど、うん。うちそんな事情もなかったやんか。何にもない。ね。体ピンピンして、親父は朝から晩まで働いて。うん。もう近所の人と喋ってパーッと行ってのに金がない、うん、そうないことはないと思うんですけど、あとね、自転車がすごかったじゃないですか。うん、パート軍団おばちゃんおばちゃん今見えへんよね、あれ見えへんな。上作業着下私服の私服のおばちゃんな、おれへんな、パート軍団みたいなね、あれもないよね。あれはあれでね、なんかいい風景やったやつけど ね、 ね、放課後のね、なんか、うん、まあまあ、周り同じような人も多かったっちゅうのもね。まあ、それはそれで、ね。そうですよね。よね、この方はね、うんうん、来ましたよ。カレーライスは食べ物ですさん。中脇さん、こんにちは。我が家も貧乏でした、うん。すき焼きは高校の修学旅行で初めて食べましたし、グラタンとドリアは、就職してから食べました。うん、いや、一緒。や、僕も就職してからです。はい。ドリアくださいって言うたもんな。一緒や。あ、この人51歳や。あ、同い年や、俺と。同い年。あ、いいな、いたね。やっぱいるんだ。どの辺の人、場所は。日野市です。あ、日野市ね。東京、日野市、ね。東京で。はいはいはい。あ、よかった、グラタンとドリア。もう、グラタンとドリアって今でももう聞いただけでドキッとするんですよね。そうやな、生クリーム知ったもん。二十歳過ぎてからか。生クリーム。生クリームは、あの、あれやろ、クリスマスの時にケーキで。うち食ってた？うち食ってたやつ。あれバターケーキや、あれ。バタークリームか。そう、あれバタークリームやで、あれ。胸焼けするの途中で、子供やのに胸焼けする。あ、ほんで次の日目パンパンやってんやん。あ、そっか。生クリームじゃないのか。いましたよ。全然いますよ。あ、おるか。この方、ラジオネーム福ちゃん。うん。お、世田谷区の方。はい。兄と私二人兄弟です、うん。小さい頃からよく喧嘩をしており、はい、喧嘩するからという理由で我が家はテレビゲームを買ってもらえませんでした。はい、友達の家に行ってゲームもやり方もわからず、すぐに負けるしつまらなかったです。大人になって今でもゲーム実況の動画やテレビ番組でも芸能人同士でゲーム対決する画面を見せられても面白さがわかりません。わ、うん、かる。一緒や。一緒。わかる。俺もゲーム全然興味ない。ほんまは興味あったんやけどな。ほんまは。できへんかったからな。うん。
もう目を背けていったんやろな、ゲームから。そう、なんか違うこと、違うこと。そう、それこそ、だからお笑いの方を走っていったんですよね。あ、そうやわ。もう分からんもんね、ゲーム実況とかほんまに。いますよ、全然。この方、うん、ラジオネーム、うん、ザ・ハークさん。はい。それこそこの前インスタを見ていたら同級生の女の子が家族でいいホテルに泊まっている写真をアップしていて、家族でホテルディナー毎年恒例と書いていたので、東京で暮らしている家族は格が違うのかもしれません。あら、へー、ホテルやって、こんな行ったこともないな、ホテル。いつも民宿やったですからね、我々。和歌山のね、はい、ごぼう、ごぼう、はい、本館と別館と別館、しかもなんと驚きの、うん、はい、アイベア、やった、いや、やったやないわ。何がやったやん。家族4人、はい、知らん家族4人、はい、同じ部屋20畳ぐらいの部屋にね、はい、隅と隅でね、隅と隅、もう角は取ってんね、お互いね、お互いもカピパラみたいになってね、集まって4人でプルプルプル、あんなやっていかん方がええねん。あれどうやって取ったんかなと思って、親父もどういうつもりで旅館に電話してんやろうと思って、アイビアで、こちらアイビアでございますと。アイビアっていう意味が知らんかったかな、あの頃。な、そういう名前の部屋かと思ったよな。お母さんもやめよう、お父さん、アイビアなんか。じゃ、うん、ほら、6000円が3000円なんねんって言って。そんな言ってたんや。言ってたよ。あと、海水浴行っても楽しなかったやん。なんか、イルカのでっかい乗るやつとかさ。みんな周りの他の子供はそれに捕まってわわわわ。親父、あの、会社から持ってきたタイヤやからね。なんだ、黒いタイヤ、シュー空気入れて、チューブな、おしんけチューブ、チューブ、もうやめましょう、やだ、になってきたわ、うん、ね、もう始めましょう、はい、それでは2時間30分生放送スタートです。 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further adoLet's dive into it. Are you ready? The Radio Show! ザ・ラジオショー、金曜日、中川家の0時でございます。強しです。さあ、このザ・ラジオショー、笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日帰りのパートナー、土曜日はサンドウィッチマン、そして金曜日は我々中川家と、パートナーはこの方でございます。日本放送、東島恵里です。よろしくお願いします。もう勘弁してください。お母さんにどうぞよろしく。もちろん、ありがとうございます。ごとうどん買ってまいりましたので勘弁してください。あ、そうですか。お土産ありがとうございます。そうか、先週ね、長崎。そうなんです、ね、はい、飛行機は大丈夫でした。結局羽田で4時間待ちました。あら、あの時 ね、 ね、ゲリラ豪雨とね、はい、ちょっと重なっちゃったんで。そうか、そうです、ね、でもなんとかなんとか着いたんですね。夜ですよね。そうですね、日付が変わる頃に到着しました、ね、あ、そっか、そんだけ遅れてんのかな、はい、あれ、ラジオ終わってから、先週の。行ってらっしゃいってね、言ってくださって。そうです、お母さんは来てくれたんで、ね、それはどうでしょう。あの、ラジオ存じ上げません。あれ、いや来てくれたからですよ。来てたよね、だってあったよ、だって番組のね。なんか、あの、お母さんとちょうどトミーが映ってんのとかなんかあったけど、お母さん来てたのね。どうでしょうか。どうでしょう。いや、もうやっぱふるさとだったので、はい、自分の中ではちょっと思わずグッと来てしまったんですけど、はいはい、頼む、剛さん、レイジさん、聞かないで。頼むって言われても、こっちは別に自由に聞きますから。お許しをって。お許しをじゃないと思ってます。すごい綺麗なお母さんやなってね、言うてんねんから。いやことですよ、ほんまに。そんなことないです。もうそんなね、綺麗なお母さん持ったことない我々からしたらね、すごい素晴らしいことなんですよ。いつかお会いできますかね、お二人のご両親。いや、来ないと思いますね。来ないんですよ、まず。我々が出向くはどうですか。ラジオショーが出向いても多分玄関先で、はい、座らされるぐらいで、昔から人を家に入れない。そうなんですよね。そこだけ似てんねんな、俺も。人を家だからやっちゃね、うん、誰ですか、もう帰ってくれ。言われて終わり。
ね、もう本当にそうだったな、ちょっと話でね、有名人ですから。いや、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら。フリーで叩き上げてやっていたんです。吉本さん大きな事務所ですよね。ぜひ頑張っていただきたいと思います。おかしいな。ありがとうございます、はい、ぜひお付き合いください。こちらも、はい、さあ中村家ザラジオショー、東京有楽町の日本放送からこの後3時30分まで生放送です。お知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやガソリンスタンド、 ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ガチャガチャの森、ナイツ土屋信之がガチャガチャ徹底監修。ナイツ土屋がザ・ラジオショー芸人で勝手に消し坂選手作っちゃいました。ナイツ他ザ・ラジオショーの11人が消しゴムフィギュアになって登場。1回300円、コンプリートして消しゴムサッカーに挑戦。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン。東京大塚店 0120-274-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け使用上の注意をよく読んでお使いください。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。時刻は1時35分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小池さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路は4号線の下りが事故のため渋滞しています。4号線の下りは幡ヶ谷の先で乗用車2台の事故のため4キロ半渋滞しています。この事故の影響で上り線は幡ヶ谷付近を先頭に中央道へ伸びて7キロの渋滞です。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう内回りは西新宿ジャンクションを先頭に6キロ半渋滞しています。高速道路は東名高速道路の下り線が特に神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的に12キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名ジャンクションを先頭に7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。砂糖と健康セミナー、11月16日木曜日午後2時から新宿京王プラザホテルで開催。司会は私那須恵理子です。抽選で250名様をご招待します。
応募は日本放送ホームページをご確認ください。ショーアップナイタートゥデイ、この時間はサミーイエローハット NTT 東日本がお送りします。時とアニバスで間違えたよ。はい、どうも、私 DJ ラオです。いやー、スマスロ北斗の件ね、初代完全復活ということで私も現在大忙しです。豪商派豪商派、さっさと豪商派。あ、避けられた。サミー、皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80合わせて1680、つまりイエローハット以上になります。イエローハット。山田君、伝承法が改正したじゃないか。はい。そうなると我が社の書類もあれだから、あの、あれをあれしてあれな感じにしといてもらえるか。かしこまりました。あれをあれしておきますね。法改正への対応がわからないときはご相談ください。 NTT 東日本。ショーアップナイタートゥデイのお時間です。今日行われるプロ野球の試合の聞きどころを日本放送の実況アナウンサーに教えてもらいます。日本放送では今日は夕方5時30分からヤクルト対阪神戦をお送りします。この時間は山田徹アナウンサーにポイントを伝えてもらいましょう。山田さん。はい、こんにちは。こんにちは。阪神タイガースが9月の14日に優勝を決めたんですが、はい、東京での試合というのは9月の3日以来なんですね。したがってね、今日の神宮球場は全国からタイガースファンが集まるんではなかろうかなという、そういう感じがします。で、阪神の先発ピッチャーが才木浩人投手という24歳のピッチャーなんですが、これは9月の14日の優勝決定試合に先発したピッチャーなんです。そうでしたね。で、はい、前日岡田監督がね、明日は才木かと、きっと力みまくるだろうなとふふふっと言っていたんですが、とんでもなかったですね。立ち上がりからね、巨人打線が全く手も足も出ないというような剛速球の連続で、はい、若いピッチャーが7回を1点で投げ切って、見事に、優勝を決めた一戦だったんですね。はい。で、それからまあ1週間経ってますから、優勝決まりましたから、その後の待機どうだろうかっていうのが今日の一つのポイントです。なるほど。それからヤクルトが昨日のようなゲームやってますとね、はい、昨日7対3から逆転負け食らったんですよ。一つのヒットを突破口に6回2アウトからサイスニードが、あんな試合やってますと、はい、最下位の危険性もあるんですよ ね、 そうですね、最下位の危機が、はい、ですから今日は昨日のあの反省点を踏まえて、はい、ヤクルト打線が今結構打ってますんでね、はい、その最強をどう捉えるかという、それがポイントかと思います。わかりました。はい、今日の実況担当は山田徹アナウンサーです。だいぶ怒ってありましたね。そうですね、力がこもってました。徹さん、ありがとうございました。はい、今日夕方5時30分からのヤクルト対阪神戦、お楽しみに。An X Nippon Express。 始めよう新しい挑戦を。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit。 日本エクスプレス。イデミツのスマホアプリドライブオン。ガソリン給油はちょっと手間ですよね。ドライブオンがあればさっと給油、サクッと決済。スマホ一つで給油量の設定からお支払いまで楽々。全国のアポロステーション、イデミツ、シェルの加盟店で使えるスマホアプリドライブオン、今すぐダウンロード。ただいまの判定についてご説明します。ランナー 2,3 塁でオープンハウスしたところで、バッターの打球がオープンハウスのためフェアゾーンに転がり、そのままオープンハウスとなりましたので、オープンハウスで試合を再開します。東京に家を持とう、オープンハウス。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は日本エクスプレスホールディングス、出光興産、オープンハウスグループがお送りしました。イグジットの凛太郎と金近大輝です。あなたは 1.5 度の約束を知っていますか？地球を守るための大事な約束、みんなで守っていくために一緒に熱く語っていきましょう。オールナイトニッポンゴールド SDGs スペシャル、未来のためにみんなでヒュイゴーは今夜10時から。
中川家のレイジです。剛です。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、こちらのコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうという企画でございます。先週作りましたラジオ CM ですが、硬いせんべい、こんくりせんべいのラジオ CM です。どうぞ。やっぱり。歯が取れてた。歯がなくなっても食べたい。コンクリせんべい。ふざけんな。いや、ぽんやない。ぽんやないのよ。めっちゃふざけた CM やな、これ。ってね、抜けて。どこの歯が抜けたやろな、これ、ほんま。前歯じゃないですか。前の横ぐらい、ね。横ぐらいじゃないですか。横ぐらいがね。はい。わーっていうやつですね。いやー、悲しい。悲しいです ね。いやいや、本当に。はい。さあ、今週も来ております。この方、福岡県の方、もっちゃん。とにかく、辛いレトルトカレー、ヒーハーカリーをお願いいたします。インドの方もびっくり。体から汗が吹き出るホットなお味です。カレーか。カレー。レトルトカレーですって。日本のカレーは辛くない。大丈夫。うん、それでは食べてみてください。うん。うん？うん？うん？おー、ヒーハー、辛い。どっかで聞いたことあるな。インド人もびっくり。うん、汗が止まらない。食べてみてください。ヒーハー。小杉でした。え、小杉なん？小杉くんにやってもらおう。その、鉛も小杉に。え、そうです。全部これ一人でやった。小杉君一人です。ヒーハーは聞いたことあったけど、小杉全部やってもらう。それはい、ヒーハーのとこはあのヒーハーで大丈夫かな。いや、一応お願いしてみようかなと思ってます。小杉に、はい、まあまあ、ヒーハーといえば小杉君、最後だから小杉でしたって言ってもらえれば。それどんなテンションで言ったらね、ブラックマヨネーズの小杉でしたみたいな。何か違う、小杉でした。いつものいつものやつ、あの会う時にお疲れさまでした。お疲れさまっていうやつ、小杉でしょ。それでやってくれるかな。どうでしょう、ね。さあ、受付メールアドレスは ngk@1242.com ngk@1242.com、 懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。あ、来週はね、ごめんなさい、7月から9月に作ったラジオ CM を振り返りたいと思いますんでね、皆さんぜひもう一度聞きたいラジオ CM があれば、どんどん、メールの方送ってください。たくさんのご応募お待ちしております。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。The Radio Show。 東武鉄道からのお知らせです。9月21日から9月30日まで、秋の全国交通安全運動期間中です。東武鉄道は安全安心な輸送サービスをお届けするため、踏切事故ゼロを目指しています。ラジオを聞きの皆様にご協力いただきたいことがあります。踏切警報器が鳴り始めてから踏切を横断することは危険な行為ですのでやめましょう。車を運転中は踏切の手前で一旦停車、踏切の先に十分なスペースがあるかよく確認してから横断しましょう。もし車を運転中に踏切に取り残されてしまったり、取り残されている人や車を見かけたら、列車を止めるために非常停止ボタンを押してください。皆様一人一人の意識と行動で防ぐことができる事故、守れる命があります。ご協力お願いします。日本放送強しレイジー from 中川家オンラインニュース。
続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。さて、横浜八景島シーパラダイスは1993年の開業以来、たくさんのお客様にお越しいただき、5月8日に開業30周年を迎えました。記念すべき30周年のシーパラはイベント盛りだくさん。音と光のライブエンターテインメント、花火シンフォニアの開催も残すところ9月23日10月1日の2日間となりました。デジタル制御で花火と音楽がシンクロし、色とりどりの花火が打ち上がりますので、ぜひこの機会にシーパラへお越しください。さらに10月11月の3連休はドルフィンフェスモノマネライブを開催。日本を代表するモノマネタレントとイルカたちによるスペシャルパフォーマンスをお届けします。笑いあり感動ありのダイナミックで迫力あるステージは必見です。詳しくは横浜八景島シーパラダイスの公式ウェブサイトをご覧ください。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。朝疲れが抜けていない人、夜疲れが溜まって辛い人、体全体の疲れにビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも疲れに1回1錠で効くキューピーコアゴールドアルファプレミアム、第3類医薬品です。時刻は1時49分になりました。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。日銀は今日の金融政策決定会合で、金利を極めて低い水準に抑える現行の大規模な金融緩和策の維持を決めました。大規模緩和は短期金利をマイナス 0.1% とし、日銀が国債を市場から買い入れて長期金利を 0% 程度に誘導することが柱です。長期金利は 1% までの上昇を容認します。大規模緩和の維持は植田和男総裁ら政策委員9人の全員一致で決めました。植田総裁が今日午後に記者会見し、政策決定の理由を説明します。一方、鈴木財務大臣は今日の閣議後の記者会見で、外国為替市場での最近の円安進行を牽制しました。政府といたしましては、為替市場の動向を高い緊張感を持って注視をいたしまして、過度な変動に対してはあらゆる選択肢を排除せずに適切な対応を取っていきたいと、そういうふうに考えております。円相場は昨日一時1ドル148円45銭をつけ、およそ10ヶ月半ぶりの円安ドル高水準となりました。今日午後1時現在は1ドル148円11銭から12銭の水準です。松村防災担当大臣は今日の記者会見で、京都府と兵庫県、それに鳥取県を中心に被害が出た先月中旬の台風7号を激甚災害に指定する見通しになったと明らかにしました。これにより被災したすべての自治体を対象に、復旧事業に対する国の補助率を1割程度引き上げ、早い時期の復旧を後押しします。松村大臣です。被災された自治体や被災者の皆様におかれましては、財政面や資金面に不安なく災害復旧に取り組んでいただきたいと考えております。対象は農地や農道、水路といった農業用施設のほか林道などです。総務省消防庁による先月末時点の台風7号の被害のまとめでは、全国で66人が重軽傷を負い、700棟以上の住宅に被害が出ました。おしまいに、アメリカのニューズコーポレーションとフォックスコーポレーションの会長を務め、メディア王と呼ばれる92歳のルパート・マードック氏が退任することになりました。これは両社が21日発表したもので、11月の年次株主総会で両社の名誉会長に就任します。今後は長男のラクラン・マードック氏が経営を引き継いで、ニューズとフォックスそれぞれの単独の会長となります。ニューズの傘下にはイギリスの新聞タイムズのほか、ウォールストリートジャーナル、それにオーストラリアの主要新聞などがあります。
この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。純烈コンサート2023なんてったってスーパー銭湯アイドル。10月19日神奈川県民ホール、23日高崎芸術劇場大劇場、25日市川市文化会館。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。さあ、テーマメールなんですけど、ごめんなさいね、今合間にうちのおかんの写真を見せないように。いや、これアップされてたんですよ。アップさ、あ、なんか番組で、ね、番組で一回、ね、写真出したりとかそういうのがあったから、ね、サモアの人かなと思ったらおかんでしたわ。サモアのラグビー選手みたいな感じですよね。さあ、テーマはですね、メモの話でございます。この方、広島県の方ですね、キラキラ星さん。スーパーへ買い物に行く前に買うものをメモに書いていくのですが、いざ出かけるとその書いたメモがなくなることがよくあります。あるある。思い出しながらスーパーの中を何周もして疲れま す, す、ね、スマホにメモすればいいのですが、なんとなく苦手です。あ、これはみんな口に出して一気に言いますけどね。マヨネーズ、だし、卵、マヨネーズ、だし、卵、マヨネーズ、だし、卵、ブツブツ言いながら、ブツブツ言いながら。でも減ってるんですよね。減ってるんですよ。いつの間にかね。マヨネーズ、卵しか買わない。あれ？だし忘れてる。だし忘れてる。よくありますよ。メモはね、いっぱい書いてるけどね、忘れたりするもんね。これはもうしょうがないね。覚えとかなあかんしね。もうそのメモ捨てるときあるしね、スーパーのゴミ箱に書いて。あ、あります、あります。これしょうがないね。はい、この方、世田谷区のラザニア500杯さん。わ、いいな。はい、ラザニアね。ラザニアも知らんかったな。ラザニアご飯ね。はい、昔働いていた職場でとあるおじさんの席に用事があって行った時のことです。おじさんのパソコンに大きめのポストイットが貼ってあったのを何気なく見たら、そこには落ち着くと書いてありました。え、吹き出しそうになるのをこらえながら、おじさんは何をそんなに落ち着く必要があったのかを考えてしまいました。今でも時々思い出します。変なね、メモみたいなね。あ、これね、おじさんのね、何でしょう、パソコン、まあ分かれへんから。うちの親父もちっちゃい手帳ありましたね。それをパッと親父に内緒で覗いたらね、反省ばかりって書いてました。胸になんかね。何があったんでしょうね。でもいろんなこと反省せなかったね、 うちの父親はね。はい、まあ、はい、行きますか。まだ、この方、愛知県のピンチョス犬。私は単身赴任をしているんですが、先日家族の住む家に帰った時、カレンダーに書き込まれている衝撃のメモを発見いたしました。私が来る日に娘の字でおっさんと書かれていました。それを見た瞬間、膝から崩れ落ちてしまいました。娘よ、お父ちゃんは頑張ってるんだから、もう少し優しい言葉を書いてくれよ。帰ってくるよっていうこと、うん、そう。でも一応ね、帰ってくれてるだけですよね。そうね、おっさんってやけどね。なんで帰ってきたんっていうのもありますけどね。なんか早くないとか言うの。大きなお世話やる時あるね。いや、東山さんそういうこと言うんでしょうね、多分ね。そうですよ、父にはなぜかね、娘は厳しいですね、はい、厳しいですね。そう、あれ、なんとかしてくるね。引く時あんねんな。ちょっとしたことやねんけどな。なんかミスして、なんかすき焼きでもしてて、さっきなんか肉入れた、赤の肉入れただけで、なんでそんな肉入れんの先に。バカじゃない。いや、そんなちょっと間違えた。あるじゃないですか、きつく言うじゃないですか。そうですね、もうほんまちょっとしたミスです。別に何度でも取り返せるようなミスです。例えばビール入れて、冷蔵庫入れてなかっただけで、なんで。わきそうな。レイジ君が飲むって言ったじゃん。いやいやいや、もう名前を出すな、名前を。俺が言うたみたいになるから、ね、冷蔵庫そこにあるのに。そんな、そんな、なねえ、やだね、お父さんやだね。犬に言われて。犬キャットーンってねえ、うってにねえ、俺って嫌いだね、お父さんね。犬な。かわいそう。かわいそうなお父さんでございますね。切ないですね。切ないね。はい。それではまだまだね、お待ちしております。あ、まだ行きますか。あ、ごめんなさい。はい。この方、福岡市の、さなみかんさん。私の携帯にはラジオ投稿用のメモがあります。最近メモしたのは、韓国ドラマは立ち聞きが多い。かっこ壁薄。
トイレの大小のレバーはトイレットペーパーを使ったら大。ゼリーは奥から手前に開けると飛び散らないんです。ネタは増えてもテーマに沿って送るのが難しく、打率は上がります。なるほど。あ、こうやって、あ、メモね、なんか面白そうやなと思うことをもうパパッと書いて、テーマにあったらこれをプッと番組に送ったろうっていう。あ、ゼリー手前、うん、そうだから、こうじゃなくて奥から奥から手前にこう、なるほど、うん、あれ、まあ、ピシッとかかりますもんね、ゼリーね、よくね。厳しいですね、あれ。なんかできれば、最近もう老眼でちょっと、うん、開ける先が見えないんですよね。あれが怖いなぁ。ずっと探してるもんね。探します。円に沿って。円に沿って探します。まあ、あるね。あの、ピチピチのやつないですか、たまに。あります。ビニールがピッタッてついてるやつ。ジャンパンのやつあるよね。あれも怖いですよね。もう嫌やな、あれシンクのとこで開けるもんね。もうベタベタするの嫌やから。そうそう。うん。ほとんどビャー漏れてね。ありますけども。これこぼれたとこうまいんやろなって思う。あるあるある。わかる。ああ、美味しいとこ全部流れていったっていうのね。ありますよ。あ、そういえばあと硬い蓋はお父さんやね、いつも。確かに。お父さん開けててね。ね、そんな時だけお父さんってこう。そうですね。甘い声を出して、お父さんやりますね。はい。はい、引き続きお待ちしております。はい、今日のメッセージテーマはメモの話です。 ngk@1242.com 中川家の頭文字 ngk@1242.com までお送りください。ステッカーのプレゼントがありますので、ぜひチェックしてください。まもなく2時になるところです。